消費税率の引き上げまであと1日。都内の百貨店や小売店では、消費税が 10% になる前に高額な商品を購入する客が数多く見られています。こちら池袋にある家電量販店なんですが、お客さん結構いらっしゃいますね。まだ開店はしていないんですが、人だかりができています。大手家電量販店のビッグカメラには、開店前から税率の低いうちに商品を購入しようという客が並びました。洗濯機や冷蔵庫、エアコンなど高額な商品が去年の9月と比べておよそ2倍売れているということです。まとめ買いしようと思いまして、冷蔵庫と洗濯機とエアコン50万ぐらいいくんですかね、わからないんですけど、増税前に。一方、松屋銀座では高級ブランドの定番商品や時計などの高額品、基礎化粧品などの伸びが大きく、9月の売り上げは去年よりおよそ2割増えているということです。もちろん気になりますよ、高額なネックレスを買いました。税率の切り替えのタイミングは業態やお店によって異なりますが、各社が定めた閉店時刻までが 8% となります。